はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。9月19日土曜日、4連休のね初日でございましたと。でそんな中ですね、LINE が来ましてですね、非営利婚活団体ねアートフルトリマンというね、婚活団体がね、あったのをね覚えてますでしょうか。あったんですよもう今ね、特に活動してないですけれども、そこのね、元のねメンバーだった、女性のね方から LINE が来まして、10歳年下のね26歳のね、彼氏ができましたと。で、出会いの場所は、まあ、共通のね趣味のイベントでのね、で知り合いましたと。でおデート、2回目でねもう告白されて、もうすぐね、お付き合いすることになりましたという感じで、もうなんかね、彼氏の方はね、もう結婚も視野に入れてるぐらいな感じらしいのでね、マキさんトントントンのね法則ってあるんですねってねおっしゃってましたけれどね、あトントントンのね法則発動したんだなと思ってですね、おめでとうございますと。ね、かたやね私、最近ね、小学校のね小学生のね、女の子にね、なぜか大人気みたいで、今日でもですね常連のご家族がねご来店くださいまして、まあ別家族ですけどね、小学校2年のね、小学校2年の、後輩のね娘ちゃんなんですけれども、学校のね商店街探索みたいなね、行事があって、まあ、そこでどういうお店に回りたいかっていうところに焼き鳥に丸をねつけてくださってたみたいでね、あ鳥マンにね、行きたいですよっていうのをねちょっとアピールしてくださってたみたいでね、ありがとうございますと、ね、いつもねよくしてくださってねありがとうございますと。で片やね、カウンターに、ご来店くださってたね別のご家族の、小学校ね4年生になるね娘さんですけれどもね、こちらのね、常連のね女の子も小学校4年の4年生のね女の子もね、常連さんでですね、私のね、ファンで、まあ、よくねお話をしてくれる、子なんですけれどもね、最近本当に、小学生の女の子には大人気でございますと、ね、もうその他には小学生とね、まあ、小学生、まあ、中学生までですねと、あとは、ね、おばあちゃんに大人気ですね、ちょうど、間が抜け取りますけれどもね、そんな、It's my life です。はい。ね、まあ、とりあえずね、おめでとうございますという感じですね。もう来年あたりね、なんか普通に、ゴールインしてそうな話ですね。でね、非営利婚活団体ハートフルトリマンでね、思い出しましたけれどもね、つい先日でもですね、店のね、トリマンの電話が鳴りまして、あ、予約の電話かなと思ってたらですね、某トヨタのね先輩からのお電話で、後輩のねその先輩がお勤めの会社の、部下かな部下の方か、まあ、後輩の方かな、が、彼女がね欲しいと、何歳だったかな27歳ぐらいかなの、後輩くんがねいらっしゃるみたいで、誰かおらんかねっていうね紹介話というかね、誰かいませんかというね、お電話が、鳴って、びっくりしましたというね、案件でございました。もうしばらくね、特に活動してなかったんでね、紹介できるね女性も、少ないんですけれどもね、その方が、27歳の子がね年上の女性が好みだということで、あ年上ならまあ、いますよということでね、ね、まあ
どういう、ね、方かわからないのでね、まあ、とりあえずプロフィールとね、社名くださいということでね、お願いしておりましたけれどもね、まだなんか、連絡がないので、自然消滅したのかなと思いながらですね、まあ、ちょっとわからないんですけれども、まあ、たまたまねそういう話が続いたのですね、なんかね、まあ、お役に、ね、立てることがあればね、まあ、いいかなと思いますけれども、いかんせんちょっとね、ブランクがありますからね、でまたねコロナ禍での、こういう活動はやったことないので、うん、まああんまりね力にもなれないですし、最近はちょっとね、昔はね登録されてる方がねいらっしゃったんですけども、ちょっとね自然消滅的な感じになってたんでね、まあなかなか、まあ誰かいればみたいな感じでね、まあお客さんでもね誰か探してる人がいたら、声かけときますよという感じな、ゆるい感じにね、しときました。はい、できますよっていうのはね今ちょっと言えないのでね。はい、というわけでですね、懐かしいですね婚活という響きはね、うん、もうしばらくしてないですね、うん、もうねもうコロナ禍で、どうやって一人で生きていこうかとねね、むしろ独り身でねなんとか店も潰さずね従業員さんにも迷惑かけずに済んでるから、まあこれはこれでね、神様のおぼし召だったのかなと思ってですね、まあ身軽なね状態でコロナ禍を迎えられてね、まあ他の飲食店経営者よりはねはるかに、まあ生き残れるね可能性が確率が高いトリマンでございますという感じでね、まあねぼちぼちね、粛々とね、まあ、日々の業務とね日々の日常をね、粛々と、過ごしていこうという感じでございますね。まあ今ね、この間の、動画でもね、取り上げというか占い師さんがね、まあ、細木家族さんみたいな方がねおっしゃってましたけれどもね、なんとかな大作界の、天中札の、大教なんかね全ての、悪いやつが全部来てるようなね年らしいのでね、まあ抗ってもしょうがないとね、その方も言ってましたし、まあ自分でもねまあそんなもんだろうと、まあ、こういう時はね粛々と、ねやるしかないとね、慌ててもしょうがないとねいうわけで、粛々とやっていっておる、昨今でございますと。でね、最近というか、まあ、今日もね4連休の初日でですね、まあ、昨日が鼻筋こけて、4連休のね初日だったんですけど、昼間はね観光客、まあ、泊まってるのかどうかはちょっとわからないですけれどもね、久々になんか唐戸に観光客が歩いてるなっていうか、コロナ禍でもね唐戸市場の中は多かったんですけどね、普通に唐戸の街を結構の人数が歩いてたんで、あーなんか懐かしい光景だなという感じでね、夜もこれはちょっと期待できるかなと思ってたんですけれどもね、さらに昨日ね、今日、焼き鳥のね、大量のねお持ち帰りのご注文いただきまして、まあ金額で言うと1万ちょっとっていうね大口の、お持ち帰りをねいただいてたんでね、ご予約いただいてたんでね、うわースタートダッシュでこれはいけるかもしれんなと思ってたんですけれども、前半、まあ、常連さんとかね、先ほど、行ってたね、ご家族連れのね、方たちとか、まあ、県外からのねご家族連れとか、まあ、旅行者のカップルとかね、まあ、地元のねカップルさんとかねご来店くださいましたけれども、なんかね最近謎なんですけどね、大体8時で弾けるんですよね。まあ、今日はね花火があったっていうのもあるかもしれませんけれども、まあ、花火はあんま関係ないかなと思うんですけれどもね、なんか前半、パラッと来られて、8時ぐらいで弾けて、ほぼ終了というねパターンが最近続いてますのでね、うん、これは困ったなとまさかのね4連休初日のね、土曜日でね、同じ法則が発動しちゃいましてね、困っちゃいましたね。でまあ白星ならずという感じで終わっちゃったんでね、ガクンときましたね。
はい、残りがね、日月、あと2日か。まあ、最終日のね、22日はね、普段日曜日休みですけれども、今日ね、4連休ということでね、明日も明けますので、振り返りで火曜日をね、お休みしてるんですけれども、もう4連休はね、業者もストップしてるんで、仕入れがね、難しいなーっていう感じで、ちょっとね、どうしようかなーと思って今日ね、いろいろと、悩んだ挙句に、まあまあちょっと勝負する仕入れをしたんですけれどもね、まあこけちゃいましたねという感じなんでね、あとの2日でね、なんとかちょっと在庫を吐かしていきたいなという感じですね。困ったちゃんでしたね。はい、というわけで、まあちょっとね、今日めでたいね、話がありまして、いいなと思いながらもですね、まあかたやね、自分のことをね、って言いますとですね、まあ、なんちゅうんですかね、ニュートラルな感じですね。はい。まあね、久々に聞きましたね、しかし。まあ、私がね、提唱してた、まあ、ブログとかでね、トリマンブログの検索エンジンで検索したらね、トントントンの法則で検索したら、まあ、多分何件か出てくると思いますけれどもね、私が提唱してたトントントンの法則ね、発動しましたというね、報告いただきましたけれどもね、まあ本当にね、どれだけね、何年もね、こう、やり取りをしようとね、ダメなもんはダメやし、まあ会ってね、すぐ意気投合する人もするし、でゴールインする人もするしね、何年やってもダメなところも、ダメな、相手はダメやしねっていうような感じでね、まあいろんなね、人生があるなぁと思いながらですね、トントントンというのはね、やっぱ存在するんだなぁとね、改めてね、お勉強させていただきましたというかね、いい報告をいただきましたね、おめでとうございますと。はい、というわけでね、今日は忘れてました、紹介するのね。まあそんな中ですね、台風ね、10号の時にね、YouTube 適当に検索しててね、なんか、いいロックバンドをね、ないかなと思っててね、私が見つけましたね、ガールズバンドね、ガールズロックバンド革命というね、いいバンドがあるんですけどね、昨日ね、昨日やないか、数日前にね、Amazon 様でね、ポチってましたね、多分寝る前にポチったんでしょうね、意識も朦朧としながらね、なんと本日ね、CD が3枚届きました。本当だったらね、もう CD はかさばるからね、普段買わないんですけれどね、iTunes ってね、 iTunes でね落ちてなかったんで、まだ iTunes で発売してなかったんでね、まあ CD しかなかったんで、もうしょうがないので、MacBook Air さんにねこれ入れて、iTunes に入れて読み込まして、新型トリマン号でね聞き倒そうかと思ってね、今いい曲が多いんでね、楽しみですね。ちょっと、帰って早速ね読み込みして、これおすすめなんですよね。はい、はい、ガールズロックバンド、革命のね、アルバム3枚、今発売してるね3枚、とりあえずね、ポチればね、今月お金がなくてもね買える魔法のカードね、クレジットカードで買いましたというわけで、楽しみです。はい、というわけでね、残り、4連休もね、トリマンの営業があるのがあと残り2日ということで、ね、予約お待ちしています、ご予約お待ちしておりますのでね、0832321619までね、お電話いただけましたら、嬉しいです。チャンネル登録の方もね、まだ、たくさんね、登録、されてない方がね、多いと思いますのでね、チャンネル登録もねしていただきましたら、ちょっとテンション上がりますのでよろしくお願いいたします。今ね高値止まりの78人となっておりますのでね、あと2人、ポチリとしていただきましたらね、直近の目標である80人ねいけますので、よろしくお願いいたします。
はい、以上です。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、トントントンのね、豊作いいですね。はい、終わります。